チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回ね、トッシー隊長の、お料理道具紹介、チャラリンコの道具紹介ということで、Amazon で、ステーキプレート鉄板ですね、買いました。これがね、まあお家でステーキとかハンバーグ、鉄板餃子とか、まあいろいろね、鉄板を使った料理を作りたくて購入したんですけど、とにかくこれ安いんですよ。これでね、1000円ぐらい。ね、1000円ぐらいでこの鉄板。これすごくいいですよ。まあ一応概要欄にも、載せてもおきますけど、セールで1000円ぐらいで買った20センチの鉄板ですね。こういった鉄板と、つかみと、これと、木板の下駄がついてます。これで1000円は安いです。もうめちゃくちゃお買い得商品。はい。で、今回は、まあ、これを使ってね、今後、いろんな鉄板料理を、皆さんに紹介していきたいと思います。で、これぐらいの値段だったら、本当にね、一家にね、このおうち時間に、お店で食べるようなステーキとかが、美味しいステーキとかが、まあ、ここでね、おうちでできちゃうということで、すごくいい商品だなと思って購入したんですよ。はい。で、まず今回は、これのね、手入れとか、最初のね、焼きの手入れ、そういうのをね、紹介していきます。このね、鉄板ですね。鉄板、これ中性洗剤を含ませた、スポンジで、よく洗ってください。一番最初だけ、この洗剤でよく洗います。最初のこの使い始める最初だけ洗剤を使う。したらね、キッチンペーパーで拭き取ります。であとこの下駄これ木なんで、これはね絶対洗剤でこすって洗ったりしちゃダメです。固く絞った布巾とかでもう拭き取るだけで OK です。汚れた時だけ水洗いする感じ、ね、これ洗剤つけてやるとすぐ形が変形して割れたりするんですよ、木は。だから、これはね、洗剤は絶対つけちゃダメです。そしたらね、鉄板を焼いていきます。でこれ最初も強火でガンガン焼いちゃってください。もう煙が出て鉄板の色が変わるぐらいまでよく焼いてやるってことですね。はい、もう煙が出てくるまでね、こう鉄板の色が変わるまでよく焼いてやる。で、できれば反対側もちょっと焼いてやると、効率がいいです。全体的に鉄板の色が変わるまで焼いたら、はい、水で、今度は洗剤はつけずに、こういったね、亀の子たわし、これで水洗いしてください。はい、こんな感じ。はい、したらね、もう一回水気を拭き取って焼いていきます。はい、じゃあ再び空焼きして、十分に、水気が切れるまでよく焼きます。はい、したらサラダ油とか菜種油でいいんで、入れてやって火は止めます。ちょっとね、油は多めですけど、これでキッチンペーパーで全体に、油をなじませてやる。内側ですね。はい、はい、でもこれでね、鉄鍋の手入れ完成です。あとこのまま冷まして、使っていくって感じですね。で、まあ、ステーキとか、まあね、鉄板焼きでこう料理して、使い終わりました。で、終わった後も、洗剤は使わずに、水とかタワーとかこう焦げついたのはヘラで、削って取って、まあ、洗剤は使わずに、落としてください。で、あと軽く、水洗いしたら、軽く焼いて、油をこのようになじませて、これが鉄板の、手入れです。安く購入した鉄板、これを使った、料理をね、今後も展開していきますんで、ぜひ、
お楽しみにしていてください。やっぱ鉄板でね、肉とか焼くと本当美味しいです。ね、ちょっとした料理も、お店で食べてるようなね、感じになるんで、すごくね、おすすめです。あと中華鍋のフィレとかね、いろいろ、お料理の道具紹介自分出してるんで、こういうのもね、興味がある方は、ぜひ見てほしいと思います。それでは、まとめてチャラリンコ。